どうも、オプショントレーダーの熊谷です。 今日もチャートとオプションの手口を使って今後の日経平均の動きを考察していきたいと思います。暴落の3連休明けから始まった今週なんですけれども、木曜日まで終わって、なんと週足的にはわずか70円下がっただけの陰線という状況になっています。え毎日のように上へ下へとヘッドラインで振られた挙げく、上にも下にも行ってこいというような形になって、で、この状況で明日夜中、アメリカは S q を迎えます。えそこで 今日はビックスとか V レシオの観点から SQ 直前のニューヨークダウンの動きを考察しようと思っています。ヘッドラインに翻弄されないためにもぜひ最後までご覧ください。それでは早速2月18日日経225オプション考察始めていきましょう。 はい。えー、本日のメニューですけれども、チャートはいつものように一目均衡表を見ています。それからオプション手口、先物手口と見て今日の着眼点という形で進めていきます。 はい、えー、もう早くもね、木曜日ということですので、今週もライブのお知らせです。えー、2月19日土曜日、いつものように21時から YouTube ライブの方でライブをしたいと思っております。えー、いつものようにね、トークテーマ、あの、コミュニティ機能の方でトピックを作っておきますので、まあ何か質問とか事前にある場合は書いておいていただけると、 私の方もちょっとね、準備ができるので楽かなと。もちろん当日いろいろコメントでいつものようにね、書いていただいて、それをもとに皆さんと一緒にお話をするというのでも全然構わないので、ね、なんかトピックがある方はちょっとメモって、2月19日21時お集まりいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。はい、それでは2月の17日相場外況ですけれども、 日経平均終わりね。27,232円。227円安。0.83%。トピックスが1931.24。15.39で。0.79%。一方で、なかなかね、シビアなのがマザーズ。710.17。24.51。3.34%。これ今日ボイシーでもお話をしたんですけれども。 直近の安値、719ポイントをえ、今日大きくね、710ポイントまで割り込んでいると。もうマザーズね、全く下げ止まらないという状況になっています。え次に、売買代金ですけれどもえ、当初一部、今日も、まあね、若干3兆円割れということで、2兆9200億円。マザーズの方は1585億円でしたえ。次に、えっと、恐怖指数ですね。ビックスの方が25.73。 そして日経平均 VI は26.11ということで、プラスの1.75。まあまあね、今日は227円安ですから、まあ大体こんなもんかなという気がします。またちょっと25を超えてきているので、えっとまたね、相場的には少し荒れ模様というところで、ちょっとシートベルトを締めないといけない、まあそんな水準になってきています。はい、えー、それではここからは日経平均冷やしのチャートを見ていきたいと思いますけれども、 まあ今日は非常に残念な足と言わざるを得ないということで、結局25日戦で昨日も今日も、まあまあね、上値を抑えられたというか、まあ今日は本当に25日戦のところから、まあ寄って、でそっからね、まあまあ前場はなんとか踏ん張ってたんですけどね、本当に13時過ぎたぐらいに、えっと、ウクライナの方でね、こう、ウクライナ軍が、 えー、迫撃砲を撃ったとか、撃たないとか、まあ、そういう情報が流れて、一気に300円ぐらいかな、日経平均にして、えー、下げてしまったと。一時ね、本当に2万7千また割り込むのかなというところまで、下髭をつけたんですけど、まあ、そっからは少し戻しての、えっと、終わり値が 27, 2万7232円。ただ、五日移動平均線が266円というところなので、えー、そこも割り込んでしまったと。 で、五日移動平均線、こう、ジグザグしてるんですけど、結局、これ、下がってきてるんですよね。五日も下がってきた中をさらに割り込んでしまったということで、まあ、残念ながらね、また非常に弱い形になってきた。そして、結果的には、まあ、中長期ということで、まあ、中期線ということで、これ赤いのがね、25日線なんですけれども、25日移動平均線が、こう、ぐーっと下落してくる中、つまり、冷やしベースでは、下落トレンドに入ってる中で、まあ、結局、まあね、一日、 sq の日はこれ上にちょっと飛び出たんですけれども結局25日戦でこれ戻り売りという状況になってきていてまあ今日もそこからねこれ上抜けてくれれば ね、良かったんですけれども、きっちり25日戦で叩かれたというような形になってしまっていると。で、えー、モメンタムも、まあ、なんとかね、こう、ちょっと戻ってきてるように見せて、まだこれギリギリマイナスです。ですから、モメンタムもマイナス圏でちょっとね、横ばい低迷している。で、25日戦で結局上根を叩かれているので、これま、残念ながらね、こう、 25日戦ベース。まあたい1ヶ月とかの、まあ3週間から1ヶ月ぐらいのレンジで見た場合はもう完全にこれね、あの、下ラクトレンドに入っていて、なので戻り売りのターンという形になってしまっていると。だからまあやっぱり25日戦が、まあ少なくともね、5日戦がまず上向いて、25日戦がまあフラットになってくるところでしっかりと上抜けて、 ま、少しね、こう、上を詰めていくっていう動きにならない限りは、基本的に戻り売りだなっていうところで、相場は見ておかないといけないのかなという感じですね。はい、え、次に一目均衡表ですけれど、こちらも残念な動きですね。昨日、ようやく、この緑の基準線、ここが今、27,429円というところなんですけれども、ここを抜けて終わった、本当にもうね、1月の、えっと、10日、11日ぐらい以来、 もうずっとね、この緑の基準線。まあなんならね、転換線の下もずっと長かったんですけど、まあ基準線の上に出れずに、S q の日に一回出たんだけれども、終わりねベースでは、また基準線を割り込むという動きで、結局ね、もうずっと1月の中旬から1ヶ月以上、この基準線の上に出れなかった。で、昨日やっと、まあ下がってきたってのもあるんですけど、やっと出て、さあここで基準線の上で推移できるかなっていうところで、まさに今日ね、また基準線から始まって、 ずるっと行って、まあね、おまけに転換線まで下回ったという形になっているので、もうまた一目均衡表からは、まあまたね、弱い形。で、まずはやっぱりこの基準線27,429円というところを上抜けるかどうか。で、基本的にはでもね、一旦この25日線とかと同じで、基準線がこれもうレジスタンスになってしまっているので、まあこの辺りまで来たら、その、なんだろう、戻り売りと言うたんでね、私はまあコールを売ったりして、今のところちょっと 抵抗はしてるんですけれどもまあ一旦はねちょっとここに基準線ないし25日線にタッチするようなところでは一旦戻り売りをねあの見込んだ ポジションを取って、で、様子を見る、みたいな形かなと。で、マック D は昨日ヒストグラムがちょっと上昇したんですけど、また今日ね、あの、前日比下落ということで、まあ、ここもちょっとデコボコして不安定な形になってきていると。なので、ま、あ全体的にはね、やはり、え、ゆるっと下落をしていると。ま、あまだそこは大きく割れていない。で、そう、言ってもね、あの、下値は切り上げてるといえば切り上げてるという状況ではあるんですけれども、まあ、ここずるっと行ったらもうまたね、この、 安値のところですね。2万7千円を割れたところ、2万6千円の前半まで突っ込んだところですよね。で、このあたりまで見に行く可能性があるので、やはりこのあたりでね、しっかりとまた基準線を超えられるかどうか、まあ明日週末ですけれども、まあそのあたりね、しっかりとチェックをした方がいいかなと思っています。はい、えー、それではここからは、えー、オプションの手口ですね。まずは海外税合算ですけれども、えー、今日の海外税は、 えっと、そうですね。ATM からちょっと離れたところをコールもプットも売ってきたと。コールの方は28,125のコールを546枚売ってきた。ただ、ここはね、昨日306枚、月曜日61枚ということで、えー、買い越してきた分を、まあ、売り決済して吐き出したような形かな。まあ、火曜日ちょっとトレード領域から外れているので、えー、火曜日なんとも言えないんですけれども、 まあまあ今週買った分を昨日あ、今日ね、売り決済をした。で、一方で、え、プットの方は、プット26,500を369枚売り乗せをしたという形で、まあまあちょっと遠い方をね、コールもプットも売ってきたというわけで、そんなに大きなポジションの、まあ変動というかね、バランスの変動はなかったかなと。 いう気がします。で、海外勢合算で見たときには、まあ、いまいちちょっとはっきりしないんですが、え、プットは2万七千円のところにまあ少し売りがあって、空らにその下ね、2万6,500にも売りがあってというとこなので、2万七千円よりはまあ下がらないかなっていう感じで、まあ、要はね、急落暴落でドカーンと2万七千円を割り込んでというほどのまだポジションが入ってるわけではないと。で、 一方で、えっと、プットの2万8000円が、えー、2268枚の買い越しと。まあ、ここはね、いえー、月火水木と、結局ポジションが開示されない、その下でね、動いてしまったので、今どれぐらい買いが残ってるかっていうのがわからないんですけれども、まあ、でもね、結構まだ買いが残ってるのかなという気がします。なので、まあ、そういう意味では、2万7000円以上、2万8000円以下という、まあ、ね、そんなところ予想されてもというぐらい、ま,あ、まだまだ広いところ、まあ、始まったばかりという、 かえっと、まだね、そんなに S q 開けてね、あの日が経っていないので、まだちょっとはっきりしないかなというところですね。まあ、27,750にコール買いが1,300枚あったりするので、まあ、27,750から2万8000っていうところが、一番コールの買いとプットの買いがまあ交差するところになるんですけれども、まあね、一方でその下、27,500にはコール売り。 で、27000にはプット売りというところで、まあ、ここにもちょっとポジション、今のちょうど ATM のところですけどね、というところなので、ま、あま、あまだ27000から28000ぐらいのところで、えっと、そんなに、そんなに上も下も見ていないという形ですかね。ただ、えっと、下の方はプット、売りの方でね、売りの方で壁を作ってるのに対して、上の方はいずれも買いなんですよね。だから、ま、あまあ、あの、上に行った場合はコール買いが、あの、結構ね、あの、 がっと利益が上がるんで、まあね、プット買いはもちろん原価ゼロになったら価値なくなるんですけれども、なので上にも下、あの下はね、えっと、下がらないっていうような売り方なんですけれども、上の方はコール買いなので、まあ上がる分にはね、結構いいよというパターンにはなってるので、まあ果たしてね、3月 SQ に向けて、ここから下旬から来月の上旬に向けてね、 えっと、戻していくのかどうか。まあ、このあたりね、ちょっとコール買いとプット買いが、えっと、来週どう動くかというところをね、見ておきたいなと。まあ、このまんまね、行けばまたこのあたりは開示エリアになってくると思うので、ちょっと、え、枚数の変動を来週確認していきたいなという気がします。うん、はい、えー、ゴールドマンですけれども、ゴールドマンは、えー、っと、コールは買い そして、プットは売りということですから、まあ、どっちも上目線ですね。ATM よりもね、ちょっと下っていうようなところではあるものの、コール買いのプット売りですから、ちょっと上の方向にバランスを取ってきたと。ただ、全体的に見れば、コール売りのプット買いをがっつりやってるので、ゴールドマンは結構強気で下を見ているというのが、今の3月切りのポジションになっています。で、えっと、まあまあね。 ATM のも上のところ、つまり27,750円近辺は、えー、大量、大量ってことでもないけどね。えっと、コールを売ってプットを買ってると。だから、27,750、ないし27,500ぐらいよりも下。 っていうところがまず一つポジションとしては持っているとただ下の方もプット売りをそこそこね27,000万円よりも下のところでは入れてきているのでまあ、そういう意味ではそんなに下を掘ってみていないしかも今日26,500をさらにね400枚売り乗せをしてきていると月曜日に27,000万円を300枚売 で、きょ木曜日にね、その下、500円下を400枚売って、まあ、2万7000円を大きく割り込むことはないんじゃないのという、まあ、プット売りでプレミアムを取りに来ていると。なので、まあ、ざっくりね、2万7000円から2万7500円ぐらいの間、まあ、まさに今の ATM 近辺のところを、一応、今のところゴールドマンは、そ、え、こ、ー、狙いのポジションになってるのかなという気がします。 はい、えー、次にアムロですけれども、アムロは、えー、コールサイドは、えっ、ー、と、まあ、やや買いが多い形。で、プットサイドもやや買いが多いという形で、まあ、どっちも買ってきたというところですが、えー、まずコールの方ですね。27,750のコールを昨日に引き続き今日も474枚買い乗せということで、えー、累計947枚。ここは月曜日に残高が開示されて、4日間トレードが出てますから、まあ、そんなに大きく離れてはいない。まあ、ほぼほぼ1,000枚近い。 買いいいいいが入ってきててきるとううふうに見ていいのかなとで、そうすると、その上ですね、コール27,875も413枚の買い越しということですから、まあ、ここで1300枚ちょっとの買い越し。で、まあ、下400枚売って、その上28,000のコールを1100枚ということで、まあ、こ、このね、4つのポジション合算しても、ほぼほぼ、 え、枚数的には、ま、似たような枚数になってくるので、まあ、そう考えればね、ちょっと乱暴に見ても、え、デビットスプレッドになってきてると。 いうことですよね。なので、コール売りが1100枚こうあったっていう見え方から、まあ、このあたり27,750と28,000円で、まあまあね、デビットスプレッドのような感じということで、上も下も限定的だけれども、このポジションス,スプレッドで若干上目線と取ることもできるのかなと、ATM に近い方を買って、遠い方を売ってるわけですからね、1対1で。って考えると、コールサイドは、まあ27,500円よりも上、 っていうふうに見ることができてで、さらにプット売りが、まあこれ1000枚、ね、ここも月火水木出てませんから、残ってるかどうかは別としても、まあこのあたり、プット売りのコール外というバランスになるので、アムロは基本的に上目線。 そしてちょっと強まってきたということですね。この水木で特に上目線を強めてきたという形ですね。だから27,500ないし27,750よりも上に行けば行くほど利益が出るかなという今バランスにはなってきているというところですね。下の方はちょっとプットを買い戻しているという流れはあるんですけれども、まあ上目線っていうのが今のアモノということになります。 はい。えー、最後、先物ですね。今日は日経平均マイナス0.83%。トピックスがマイナス0.79%、えー。ラージプラスミニの日経平均型先物、えー。今日は3,535 35枚の売り越し。そして、トピックスの先物も,も999ということでね、999枚の売り越しと。で、合算すると4,500枚の売り越しという一日になって。まあ、今日はね、結構売り、あの、先物も,も売り越しになっていると。で、えー、買い方の方は、 えー、まあ今日は日経平均下げてますから、まあ当然ね、アムロは買ってくると。で、あとは、えー、ソシエテが1000枚、それから、えー、バンコブアメリカが1100枚。で、あとはシティが1979というところで、まあまあ、えっと、いずれも、ね、えっと、ソシエテ以外はこの2つは、えー、買い長のところが、まあちょっと今週また買いを強めているという動きではあります。 で、売り方の方としては、今日は JP モルガンが1700枚ということで、まあ今週は大きくねっと、売り越してきてると、まあ昨日でもね、これ買ってるから、まあ約4000枚、今週は、えっと、減らしてきたと。これがまあ JP モルガンですねで。あとはモルガンスタンレーも2500枚近く売ってきて、あとはバークレイズというところで、まあ、えっとそうですね、今日、 気になるところとしては、えー、っと、まあ、モルガン・スタンレーがね、週前半買ってたところが、まあ、しっかりと、あの、そこをね、チャラにしてきたというところと、えー、っと、ゴールドマンも買いが続かないですね、と、今日は1000枚には行ってないものの、また売りを少し乗せているというところで、 まあちょっとね、今日海外勢は全体的に売り越しのところが多かったんですけれども、何かこう一気にね、こう動きを出してるというところはないので、まあちょっと先物の,のところで何かね、大きくと。まあ週前半、先物買い越しだったので、まあ今日はね、大きく売られたという感じかなということで、週通して見ると、まあこちらもね、3000枚ぐらいのプラス程度なので、まあそんな大きな動きには結局なってないという感じでしょうかね。 はい。えー、それでは今日の着眼点ですけれども、えー、今日は、まあ、SQ がね、アメリカの SQ が明日ありますということで、うんと、ちょっとま、ニューヨークダウト S&P500、まあ、200日の工房をやっているというところでそこをチェックしておこうと。で、まあ、今日は SQ を直前に、ビックスとか、あとね、メンバーシップだけで公開をしている V ビックスなんかも今日ちょっとね、あの、今日のチャートを1枚出して、まあ、ちょっと確認をしておこうということですね。 はい。えー、まず、ニューヨークダウンの先物、えー。今日、2月17日の22時の、えー、まあ、冷やしチャートになります。だから一番右、ここが今ね、動いてるところです。で、今日は、まあ、陰線なので、時間外ではちょっとだけね、下げているということなんですけど、このね、あの白い丸で囲んだところ、まあ、ずっと200日で上値、ね、叩かれているんですよね。1回200日終わった後、3日連続、まあ、ずっと200日、 で、なんならね、これ200日を今度25日が割り込んでえ、昨日、今日とほぼね、200日でも上値叩かれてると。だからまあ日経平均とか日本市場も同じような流れになってるんですけれども、下がってくる25日線に叩かれているというところなので、なかなかね、上値が重いと。まあまあ、地政学リスクやら、それからね、金利、インフレ、まあそういったところで、 あの、冷やしではギッタンバッタンね、行ってこいで、まあ特に明け方、真逆の動きになることが多いというところで、寝動きはね、寝幅は出てるんですけれども、冷やしで見てみると、まあ上にも下にもヒゲが出つつも、200日ないし25日で上寝を抑えられていて、しかも、モメンタムも、 マイナスですと。ニューヨークダウンもなんだかんだモメンタムもこれゼロラインよりも下になってきてるんですよね。この200日に叩かれてる間にモメンタムも弱く くなってきてるということなので、一旦これ上値が重いなんなら25日線下落してきているので、ちょっとね緩やかに下落の感じがあるぞっていうところは見ておかないといけないかなと。なのでこれ200日今日ねまた超えていくないしは明日の SQ で少し上に抜ける動きで200日超えてくれればね少し安心感出るんですけど、まあ、このままズルズルと25日に沿って下落をしていくと、まあね、直近の安値を割り込んでみたいなところになってくるので、このね2 0日 3万5000ドルっていう攻防に届かなくなってくるという動きが予測されるので、ちょっとね、このまんまずるずるっていくと心配かなと。 で、S&P500 もニューヨークダウよりもほんのちょっとだけ、えー、強いというか、200日に対してはちょっとだけね、上だったんですけれども、こちらも、まあ今日プレイでは、先物ベースではね、下げてきていると。で、しっかりと25日戦で測ったように、これもうずっとね、上髭のところ。まあだから上昇しても全部25日でこれきっちり叩かれてるんですよね。という動きになってきているので、こちらも25日に沿って上値を切り下げてくる。そして200日力 からつけるという流れが心配。モメンタムも戻してきているんだけど、なおマイナス圏ということですから強くはないんですよね。だから日米似たようなチャートになってきています。ね、これ S&P25 日と5日の間で、これ日経平均と全く同じような形になっているので、まあこれがえっとねちょっとずるっと行くと心配だなと。 ま、S q 集はね、こう、下げて戻してくるというので、今週も、ま、そんな動きにね、はからずともなってきているので、ま、S q に向けてね、こう、ちょっと一段高今日ぐらいするかなと思って見てるんですけれども、いまいちということですね。 で、こちらは、S、えっと、S&P のグロースバリューですね。こちら最近出しておりますけれども、IVW÷IVE というところで、まあ、引き続き、こちらも25日線がこう、下ってきている中で、ロウソク足が抜けきれない。つまり、グロースがなかなか強くならない。 で、えっと、S、S&P500 は昨日はわずかに前日比プラスだったんですけど、こちらは要線なんですけどね、グロースバリューはマイナスと。こちらも日本と同じような動きですね。なかなかここがプラスになって抜けていかない限り、S、S&P500 も で、ダブルトップで下抜いて、またネックラインまで戻ってきてるんですけど、またここで上は叩かれかねないので、引き続き、ここがもうちょっと上向かないと、上値が重いな。まだ戻り売りのターン。これはね、やっぱり日本と同じような形してるな、っていうところですね。 はい。で、もう一つ、ここはちょっと、えっ、ー、と、豆知識というか当たるかどうかわからないんですけれども、えー、メンバーシップでね、ご紹介をしている V レシオ、えー、V ビックスワあるビックスという指標なんですが、えー、ここが、えっ、ー、と、プレ、これまさに今日なんですね。2月17日の足です。なので、えっ、ー、と、まあ、あの、先物というかね、プレ相場で、実は、えっ、ー、と、これが5.25から今日陰線なんですね。で、えっ、ー、と、まあ、あ ナイトが23時半に始まりますけれども、ニューヨーク市場がね。それまでの間、まあ22時です、でだったんですけれども、まあずるずるっと下げて、今日ね4.86まで下げて、これ結構な陰線になって今、ニューヨークのね、現物市場を迎えようとしてますと。で、プレーで V レシオが陰線で弱含む時っていうのは、少なくとも、えー、と、現物市場が始まった後も弱いままで、まああの、急落とかね、暴落するというわけではないんですけれども、要はこちらも上値が重いんですね。 V レシオが弱含んでいるということは、先物も,もちょっと下げているということなんですけれども、先物とかね、S、S&P の先物の,の下げ率に比べて V レシオの方が大きく下げているので、これは、現物市場が開いた後は、それに追随するように、ちょっとね、弱含む可能性が高いかなと。 で、ただ、明け方は、V レシオのね、あの、プレイの動きとはまた逆に、何かヘッドラインが出て、下がってるものが急反発とか、上がってるものが急落っていうのが毎朝ね、明け方起こってるわけなので、そこまでの動きは予測できないんですけれども、始まって数時間は、このね、V レシオのプレイを見ることで意外と予想できますなんて話もメンバーシップではしておりました。で、まさに今日は、ちょっと弱含んでるので、始まって1時間、2時間はね、ニューヨーク市場もちょっとね、 あの、もう下がってるので、そんなに急落はないにしても、上値が重い。もしくは、ちょっとまたね、少し、ストンと数百ドル下げる動きがあるかもしれないので、ちょっとね、注意はしたいなと。で、あとは、スキューとビックスです。えー、っとね、ビックスが、まあ、ドーンと上がった後、一旦下がって、またね、2番天井をつけるんですけど、この2番天井が、直近の天井に及ばなかった場合ですね。 えっと、3分の2以上戻せなかった場合っていうのは、まあ、その後、2番天井をつけた後、こう、ずるずるっとね、ビックスが落ちていくと、この時もそうですね。こう、ギザギザしてポンと跳ねたんですけど、そんなに戻らないまま、また下がっていったと。で、今回も、えっと、ガーンとね、30を超えたとこまで行って、で、えっ、ー、と、昨日かな、28とかまでまた上がったんですけれど、結局ね、超えられずに、また今日25とか、 えっと、これを今収録してる時は24.83とかなんですね。なので、まあ、ちょっと下がってきてると。だから、この流れになれば、ビックスは少し、日柄を要しながら、またちょっとね、落ち着いていくんじゃないかなという気がしないでもない。まあ、そうなると株価はね、上昇するかどうかは別としても、ちょっとボラが落ち着いて、えー、少しね、安定するんじゃないかと。で、そうなってくると当然、えー、とスキューは上がってきます。なので、ちょっと上がってきてるんですね。 ただまだ全然スキューは低いところなので、これは心配する、まだね、領域にはなってないということで、えもしかしたらビックスが少し落ち着くかもなっていうのが、ちょっとこの2番天井がね、あんまり上がらなかったことで見えてきたかなと。はい、まとめですね。ニューヨークダウン S&P500 ともに200日を上抜けできずということで、心配。IVW, IVE の S&P 版グロースバリュー指数もずっと25日線下落基調で超えられずと。 むしろ、ロ、えーソク足はね、昨日、えー、株価は上がっても、えー、こちらグロスバリは下がってるということで、なかなかこのままだとね、上値、えー、S&P500 も上がっていかないんじゃないかと。で、2月17日のプレスオーバーでは V レシオの上値も重いということで、まあ今日 2,、えー、2月17日23時半以降、まあ、ニューヨークダウのね、ニューヨークの市場が開いても、えー、ニューヨークダウ、それから S&P500 あたりね、ちょっとまだ上値が重いんじゃないかなっていう予想をしています。 で、えービックスが2番天井からの下落ということになれば、ちょっとね、株価は少し上昇していく、もしくは下値が硬くって、ちょっとね、安堵感、少し相場が落ち着くという展開も、えー、少しは期待できるかなという形になってる。 はい。ということで、まあね、S q 前で本来戻っていくかなっていう期待はしてたんですけれども、ちょっとね、今日のナイト、ニューヨークダウ、S&P、ちょっとともに前半は上値が重いかなと。ただ何かね、ヘッドラインが出て明け方ボーンと、えー、上昇、もしくはね、下落ってことは十分あり得るので、まあ、あくまでも前半がね、上値が重そうかなっていうところでちょっと見ています。 はい。ということでいかがだったでしょうか今日の動画も役に立ったぞというところがあればぜひグッドボタンそして毎日こんな形でオプション戦略を中心とした日経平均の考察をしております。よろしければチャンネル登録の方ぜひお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね